脇町南町脇町南町は、徳島県三馬市、脇町大和、脇町にある。通称、うだつの町並みとも呼ばれる。四国十八景と、福島八十八景、西波おすすめビューポイント百選、都市景観百選、日本の道百選、美しい日本の歴史的風土百選に選定。阿波歴史文化道に指定。国の重要伝統的建造物群保存地区に。 剪定。脇町南町は、徳島県徳島市から吉野川に沿った上流約40キロメートル上流の山あいの位置に、ある、美馬市内の地区である。地区内の民家は、明治時代頃のものを中心に、江戸時代中期昭和時代初期の85棟の伝統的建造物が立ち並び、本、瓦原吹き、大壁作りの重厚な構えと装飾的な、うだつなどに特色が見られる。 うだつとは、2階の外壁面から突き出した屋根の両端に、設けられた、漆喰塗りの防火用の袖壁のことで、日よけ壁とも呼ばれる。立ち並ぶ、うだつの数は、約50個あり、厚い白壁で立ち上げられ、寄せ棟作りで本川ラブキの屋根を持ち、鬼瓦を正面に向けた構えとなっている。うだつの街並み全体の建築様式は、本川ラブキの土蔵作りで、 うだつの他に、講子作り、都と緑、虫かご窓がその特徴として挙げられる。国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されており、市では、うだつの町並みを保存すべく、行政と住民が一体となって取り組んでおり、近世、近代の景観がそのまま残されている。王子脇町の中心は、南町で約430メートルは明治以前の本通りであった。 1585年徳島藩主となった八塚家政は第一家老の稲田種本を阿北の要所である脇城に入城させて廃止、この地域の産業の振興に注力した。家老の稲田は、この地域が周運の利用に適した吉野川と北岸にある主要街道で近畿へ通じる村街道と佐野帰国に通じる街道が交わるところであることに注目し、 各地から商人を集めて、阿波愛作りを奨励し、愛称を中心とした商人の町づくりを図ったと言われている。江戸時代より通商産業が盛んになり、阿波特産である愛の吉野川中流域の中産地として繁栄。18世紀初頭以降の各時期の民家移が多く保存され、江戸時代から明治時代中期にかけて商人は富豪となって、徳島県下では、 徳島、鳴門に次ぐ第三の都市として栄えた。こうした豪商たちの屋敷には、家に格式を与えるものとして装飾された、うだつが立ち上げられるようになり、本通り沿いに、富豪たちの屋敷が立ち並んだ。1986年8月10日の道の日に、旧建設省と道の日実行委員会により制定された、日本の道百選に選定され、 1988年12月16日に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された。ありがとうございます。